こんにちは、綺麗なルーテーチャンネルのくんじです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じの、この髪の長さでもできるお団子ヘアアレンジです。こちらのヘアアレンジは巻かなくても OK、 そして慣れたら2分でできて、ピンを使わずゴム2本でできるヘアアレンジになっています。この髪の長さでもつるっとした綺麗なお団子が出来上がるので、いつもこの髪の長さでお団子するときにこんな感じの毛先がピョンピョン出てきちゃったお団子を作ってるっていう方は、今回のこのやり方を実践してみて、こんな感じのお団子をぜひ習得してみてください。やり方はすごく簡単なので、いろんな方にやっていただけると嬉しいです。じゃ早速使うものとかも含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。なるってよ。はい、じゃあまず使うものはででん、こちらのシリコンゴムです。こちらのシリコンゴムは髪の色味に合わせて選んであげると、ゴムが見えてしまっても目立ちにくくていいかなと思います。まあ、こんな風に髪が明るかったら透明がいいし、髪が暗めだったらこんな感じで暗めのものを選んであげるといいです。ちなみに私がすごく気に入って使ってるのは PU バンドっていうシリコンゴムになります。もし探すのがめんどくさい方は、私の概要欄に愛用品っていうところがあるので、そこを見ていただけると PU バンド買えるようになっています。探すのがめんどくさい方は見てみてください。で、今日はこの短さの髪の毛でもアメピンを使わずにできる方法になるので、使うものはこれだけになります。ヘアアレンジをここから解説していくのですが、アレンジ前にスタイリング剤をつけてあげるのがすごくおすすめです。髪が短めの方ってこう襟足の部分がパラパラ落ちてきちゃったり、お団子を綺麗にやったけど毛先がピョンって出ちゃったりとか、サイドの部分がパラパラって落ちてきちゃったりとかっていうのがあると思うので、スタイリング剤をつけてしっかりこうまとめやすい状態にしてあげてからアレンジするのが綺麗に仕上がるコツかなと思います。で、今日はいつも通りこちらルフトケアデザインワックス D、 こちらのヘアワックスを使っていきます。こちらはルフトさんと私で共同開発させていただいたワックスになります。こちらをつけてあげると髪がまとまりやすくなるし、横の髪の毛はパラパラ落ちてきにくくなったりするので、アレンジを良くする方とかはすごくおすすめかなと思います。あとはね、すごくいい香りだし、パケもこうぐちゃぐちゃにしてあげてもこのぐちゃぐちゃ感が可愛いみたいなパケになっているので、ぜひ旅行バッグとかにこう適当にぶち込んでも大丈夫だと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあここからヘアアレンジを解説していきます。ただ終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。まずは髪の毛全体にワックスをつけていきます。ワックスの量は毛量や髪の長さで変わってくるので、まずは少量手に出してつけてみて、足りないところをまたつけてあげるっていうのが、つけすぎずつけなすぎずでこういい感じに仕上がるかなと思います。ちなみに私はこのくらいの量を使っています。髪の毛を一つに縛っていきます。しっかりと分け目がなくなるように毛を後ろに流しながら縛ってあげてください。ここをくるりんぱしていきます。真ん中に穴を開けて毛先を入れていくのですが、ここでストップして周りの髪の毛をギュッと掴んで上から縛っていきます。ちょっと流れが早かったので、もう一度ゆっくりやってみましょう。一つに縛ったところ、真ん中に穴を開けて、くるりんぱをしていくのですが、毛先は下に出し切らなくて OK です。こ
この辺で止めて、周りの髪の毛をガシッとつまんで、お団子をギュッと持ったら、上からゴムで縛っていきます。そしたらお団子が完成します。お団子の上の方がパックリ割れてしまっている方もいると思うので、そこはこうちょっとほぐしながら調整してあげてください。こんな感じで完成です。お団子を支えて上の方をちょこっとほぐしてあげましょう。髪が短い方はほぐしすぎるとこう毛先がぴょんぴょん出てきてしまうので、ほぐしすぎには注意してあげてください。こんな感じで完成です。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日は、くるりんぱを仕切らずにギュッとして縛るみたいなコツをつかむと、この髪の長さでも綺麗なお団子ができるヘアアレンジになっているので、ぜひいろんな方にやっていただけたら嬉しいです。お団子のところにシュシュをつけるだとか、あとバレッタをつけてあげたりしてもすごく可愛いと思いますので、自分の好きなヘアアクセサリーとかも使いながらやってみてください。はい、というわけで、また皆さんも私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますので、チェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。